さ、僕知らないけど、来てたらいるんじゃないの？どうかしたんですか、牧村さん。お急ぎなんですか、大切な用事があるとか。わかりました。私もルーナさんのこと探しますね。
なんだか今日すんごく風が気持ちいいね。お昼？ああ、クラスの子と外にご飯食べに行ってたの。学食飽きちゃって。何よ、勝手に一人で話進めちゃって。ちゃんと説明しなさいよ。だから君、あんなに心配してたんだ。でも嬉しいな、あんなに本気で。ごめん、怒らないでよ。でも、あれ、君にも見えたんだね。昨日のやつは知らないけど、まあ最近はちょくちょくね。知らない。ないよ、いくら私だってそんなこと。そんなことないけど。ありがとう。本当に守ってくれるんだよね。だったら当然今日だって送ってくれるよね。姫を守るナイトとしては。どうなの？ちゃんと返事しなさい。
ありがとう。